さんこんばんは。トコムスケア TV の時間がやってまいりました。さあ第3部なんですけれども、はい、原油について近藤正也さんにお聞きします。原油のね、この潮流が出てきたんですよ、はい、九州号のね、この近藤さんの大好きな表が一つにまとまったエクセルの表があったんですけれども、それが一つまとまった表がなくなって、はい、元にあったところにありましたので、うん、今回先週ちょっとやめたんですけども、はい、今回出てきました。これを見ますと、原因が790万バレル、つまり800万バレルも、はい、その9月28日、9月末にですね、うん、原因の在庫が増えたということがありまして、これが価格が下がった原因なんですけどね、ということでございまして、原因の在庫はだいぶ黒いところに、左の上のグラフ、はい、黒いところに入ってますね、5年平均が、まあ、ということでございまして、増えているけれどもそんなに見えないですね。ガソリンの場合は真ん中でございますが、これよりも多いですね。流出の場合は中に入っちゃってわかんなくなっちゃいます。完全に中ぐらい、ちょうど真ん中ぐらいに、ですね、はい、あります。石油精製設備の稼働率は 2.2%、はい、まあ、夏場が過ぎてガソリンの需要期が終わったということで、95.4 になっています。はい、それに伴って原油の投入量、原油の需要量も減っています。だけども生産量はあんまり増えてません。10万バレル増えましたけど、はい、その前が10万バレル減ってますから、チャラパー行ってこいですね。はい。ということで、ほぼ横ばいで、あんまりその石油生産を増やす様相は見えてません。これは、国内の需要ですけども、まあ横ばいってところですかね、ギザギザですから分かりにくいですけれども、例年並みよりは少し多いだろうというところですかね。先週から比べますと、石油製品も、ガソリンも増えてます。流出は当然ながら今あんまりない、軽油、まあ、軽油は入ってますけどあんまりないんで減ってます、はい。輸出はまあよろしいですね。ピコッと上がってますね、左の上ですけどね。製品の輸出も よろしいですね、だから輸出大国になりつつありますということですね、はい。さあ、そして、はい、オクラホマ州クッシングに保管されている原油在庫、はいはい、半減してるんですか？そうですね。原油在庫ってのはいろいろあります、はい。戦略備蓄の原油在庫とか、それから普通の民間在庫と言われるやつ。その中の一部で、ここはまあ 16% を占めてるんですけども、はい、全米の原油在庫の 16% を占めているクッシングという場所が、はい、なんていうのかな、右の真ん中にあるんですね。重要な基地なんですよね。これがその、いわゆる WTI 原油の保管場所でございます。受け渡し場所なんですね。はい、ですから、ここへ入ってくると、先ほどの、先ほども全部ですから、クッシングだけじゃないんですけど、クッシングだけの統計はまた別途ありますけれども、はい、ここへ入ってきて、そこで売買されて出ていくということですね。クッシングの在庫が左の上のグラフの赤い線が相当下の方に来てますよね。ですから、まあ、過去の平均よりもずっと下の方ですと、はい、いうふうになってまして、これでバックワーデーションになってます。つまり、在庫は少ないんで、現物高の先物安というのがバックワーデーションっていうんですけれども、これはタイトであるということを表してますね。ですから、まあ、原油の在庫が減ってきて、現物を買いたくても少ないよということで、タイトだよということがあります。まあ、在庫の、じゃあ、保管能力が減ったのっていうとそうじゃなくて、保管能力は目いっぱい増えてますと。1210万バレルまで保管できるように、設備は更新されてますので、その点の問題はない。ただし、そこへ行く途中のパイプラインの問題がございまして、パイプラインが、詰まっちゃってるということがありますね。はい、もちろん、メキシコ湾に行くパイプラインのより詰まってるんですけれども、だからクッシングの方へ行っちゃうんですけども、それともまあクッシングから出てくる方が多いということですね。で、バックワーデーションと在庫量が、この茶色のグラフが在庫量でペラペラと下がってますね。下がってると同時にこの青い濃いグラフが、はい、なんていうか、バックワーデーションに 上側がバックワーデーション、下側の、下側に行くとコンタンゴ、つまり先安。ですから真ん中にこのどこかな、これは10月ぐらいですけれども、10月ぐらいからバックワーデーションになってますね、ということをこのグラフは示しています。
在庫の現物をロードするという動きなんですね。本当は現物持ってる人はバックワーデーションの時には自分の在庫を持ち込んじゃってですね、現物を、取引所の在庫に持ち込んじゃって、先物を買い戻せば、先手前の方が高いわけですから、その分儲かるんですよ。はい、そういった取引も、石油会社プロの方はよくやってますけどね。日本では残念ながら東京、原油在庫をそういう風に使ってる人がいないんでですね、そういうことが起こってないんですけどね。本来の先物であれば、そういった現物、自分の持ってる、つまり石油精製設備業者とか、まあ、日本では原油作ってませんが、輸入業者とか商社とか、そういった人たちが大いに利用すれば、先物はいろんなやり方で儲けることができるんですけど、ね、広がっていいんですけどね。そうですね、そういう使い方、残念ながら日本だけしてないんですね。単なる価格の動きだけを見るところになってます。はい、ありがとうございます。これは PVD に一軒が、真ん中で3地区っていうのが、3がメキシコ湾、2が中西部ですね、その2と3の石油精製設備が非常に好調で、ガソリンなんかをたくさん作ってて、またその、なんていうかな、流出も、軽油とか、これから灯油を作りだめしますので、冬場に向かってですね、そういったことで非常に稼働率が高くなり、これからまた高くなります。ということで、カナダなんかから非常にたくさん来てますね。原油の輸入量。カナダからの原油の輸入量が、上が中西部の原油の輸入量。カナダからの輸入量ですね。新潟が2ってとこですね。はい。はい。それから下の方、PH3 ってのが、はい、メキシコへの輸入量ですね。カナダからメキシコまで持ってっちゃうんですね。まあ、船で持ってくるか、パイプラインで持ってくるかですね。ということで増えてまして、まあ、それとともに輸出も先ほど言いました、輸出も増えてますということでございまして、それからパイプラインがこれから、これからも完成しますけども、パイプラインが完成したんで、増えてますということもありますけども、あと、まあ、この間はパイプラインが詰まってても、トラックでも何でも運ぶ方が、運んだ方が、その辺のコストは構わないっていう人が多いということを先週お話ししましたけれども、とにかく在庫は今減ってますので、どんどん作って持っていったらいいんじゃないかと思われますけどね。あまりでもたくさんしちゃうと価格が下がるから、もうだから儲かってるからあんまり仕事やんないんですよね、今ね。はい、そしてハリケーン、最後にハリケーンが今日来てました。今来てるのはマイケルなんですか？マイケルという名前、はい、ミッシェルかなと思ったんです。マイケル、マイケル、はい、破損の問題ですね。はい、まあ、ちょうどここにあの通り道、今ちょうど真上に来てますけど、ここにあの BP の海底油田があるんですね。はい、ですから全くもう避難しちゃってますね。エクソモービルと BP 両方ありますね。ですから、まあ、撤退しちゃって、生産ができないと、まあ、原油の生産が減りますということにつながりますね。はい、そうすると価格は上がりそう、ね、ということですよね。はい。まあ、これくらいってことですか、原油が価格上がりそうっていうのはね。直近でその、すぐ上がりそうなのはそうですけど、もうすでに来ちゃってますからね。撤退じゃあもうそれも、折り込み済みですか。はい、そっか。それで 0.25 ドルかなんか、はい、ほんの少ししか上がってませんね。はい、マイケルでもダメですか？マイケルさんね。名前を全部決めてるんで。はい。じゃあ、その他のニュース。はい。その他のニュース行きましょう。長くなっちゃうから。そうね、はい。すいません。トランプさんはイランの追加制裁を、はい、運用免除を前向きに検討しているということで、はい、まあ、イランの話は、ちょっと織り込み済みっていう感じで、このイランの話によって、価格が上がってるんですけども、これも、下に書いてあります、インドを輸入をしますということで、はい、11月は900万バレルも買いますって、ね、アメリカはものともせずということでインドが言ってますね。中国はもともとイランから買いますと言ってるんですけど、はい、多分インドもイランから買わない、買った方がいいということなん
でしょうね。うん、安くなってて、多分あの条件が良くなったでしょう。これ単純に安いとか高いとかそういう問題ですか？だと思いますね。それからアメリカに対してもうちょっとなんていうか、うん、意地を張るというか、お前のことは聞きたかねえよという話じゃないですかね。一矢報いたいという気持ちは。そういうことがあるんですかね。まあ、アメリカとの関係で、アメリカのトランプさんも、なんていうか、インドに対してやってるかどうか、今日の時点ではわからないんですけども、運用免除をする、いいよという話もありますので、はい。あ、それでまた取り戻したいと。そうですね。はい、あのいろんな国、日本なんかも多分安倍さんが一生懸命働きかけてると思いますけども、まあいいよと、目をつぶるよっていうところもありますね。はい、うん、ことがありまして、あんまりイランの話はまだわかりませんよと思います、ね。はい。さ、最後に今週の予定を見ていきます。あまりないですね、今週はあまりないですよ、ね。何もない。何もないですね。アメリカは今日お休みだったんですね。昨日です。昨日です。あ、昨日か。はい、ごめんなさい。昨日お休み。そうそうそう。日本もね。そうですね。コロンブスで。コロンブスでですね。何の日ですか？うん、コロンブス行きたいじゃんですけど。あ、これ、確証ないですね、ちゃんと。確証ない、ね。はい、適当に言いました、すみません。すみません、アメリカはビジターですか、私は。はい。まあ、鉱工業生産指数とか、その辺が ね、発表あるくらいで。はい。はい、ということで、じゃあ今日も最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。はい。来週はですね、小針さんですね。はい。小針さんが、レギュラーコメンテーターの小針さん、はい。そしてですね、ゲストが、はい、はい。楽天証券経済研究所の吉田悟さん、いらっしゃいます。はい、なんかについていろいろお話が聞いてそうなんです。あの、はい、先週ね、もうっかりフライングで今週いらっしゃるって言っちゃったんですけど、申し訳ございません。来週のゲストでございます。はい。楽しみにお待ちください。はい、それではまた来週。さようなら。失礼します。